ビザッカルックは世界初のパーソナルコンピュータ向け表計算ソフトである。それまでホビー用と考えられていたマイクロコンピュータをビジネスツールとして定着させるきっかけとなったソフトウェアである。6年間で70万本を売り上げた。1979年パーソナルソフトウェア社が a p p l e II 向けに発売したビザッカルックはダンブリックリン公案ボブ・フランクストン設計。 彼らのソフトウェアアーツ社開発によるものであった。これによりアップルズはホビースト向けの玩具から便利なビジネスツールへと変貌した IBM PC が登場する2年前のことである。ビザッカルクの一部はメインフレームなどによるタイムシェアリングシステムで広く使われていた表計算プログラムに着想を得ている。例えばインターナショナルタイムシェアリングコーポレーションの ビジネスプラニングランゲージ、フォーサイトシステムズのフォーサイトなどがよく使われていた。ブリックリンはビザッカルクを作り始めた頃、我々は様々な表計算プログラムに精通していた。実際、ボブは1960年代からインタラクティブデータコーポレーションで働いており、そこで表計算ソフトを使っていたし、私もハーバードビジネススクールで触れたことがあると記している。 ブリックリンによれば、彼はハーバードビジネススクールで教授が黒板に金融モデルを書くのを見ていた。その教授が間違いに気づいてパラメータを修正しようとしたとき、表の中の大部分を決して書き直さなければならなくなった。これを見たブリックリンは、このような計算をコンピュータ上で処理する電子式表計算を思いついたのである。ブリックリンはそのアイデアを 指導教官や友人に話したところ、大半から、それは素晴らしいアイデアだと称賛されたが、コンピュータに精通しているとある教授からは、そのようなソフトはすでに大型コンピュータ向けに存在するのに、わざわざマイコン向けに作る必要があるのかと否定的な見解を示されたという。ただその教授は、一年上の学生にマイコンに詳しい人間がいるので相談してみるといいと、 して一人の人物を紹介する。それが、パーソナルソフトウェア社を経営する、ダン・フィルストラであった。ブリックリンは、当初、表計算専用のハードウェアを設計、製造して販売することを考えていたが、フィルストラは、わざわざ、ハードを作らなくても、すでに売れているハード向けにソフトを作って売った方が、賢明だとブリックリンを説得し、当時すでに、 ベストセラーとなっていたアップル2向けにソフトを作ることを進めた。そこでブリックリンは友人のフランクストンと共同でソフトウェアアーツ社を設立し開発をスタートさせた。1978年から1979年にかけての冬の2ヶ月間でビザッカルックを開発。当初16キロバイトのメモリで動作することを目標としていたが結局それは 不可能であることが判明し、3 2イトで動作するものができた。テキストとグラフィックスの分離表示などの機能も考えていたが、メモリ容量の都合で省くことになった。なお、メモリの価格が下落したためアップルは、標準で4 8イトのメモリを搭載して出荷するようになったため、メモリ容量については問題ではなくなった。当初、 カセットテープを記録用媒体としてサポートしていたが、それも間もなく、省かれた。ビザッカルクは、ビジネスツールとしてのパーソナルコンピュータの有効性を示し、アップル2の躍進に寄与した。このことは、それまで、PC 市場を無視していた IBM が、PC 市場に参入する要因にもなった。アップル2版の後、ビザッカルクは、あたり8ビットコンピュータ、PET2001、 TRS-80 IBM PC に移植された。電子式表計算は画期的なアイデアだったが、ブリックリンはこのアイデアでは特許を取れないだろうと助言され、この発明から得られたであろう莫大な利益を逃してしまった。当時、アメリカ合衆国ではソフトウェアの特許は認められておらず、権利は著作権でのみ守られるとされていた。 著作権はアイデアそのものを守るのには適しておらず、競合他社はコンセプトを即座にコピーして、表示形式を変えるだけで著作権侵害を問われずに、販売することができたのである。ただしビザッカルックが開発された当時、表計算ソフト自体は、大型コンピュータの世界で、すでに存在していたことから、仮にソフトウェア特許が認められていたとしても、どのみちブリックリンらが特許を取得することは、 できなかっただろうという意見もある。インファーメーションウィーク誌のチャールズ・バブコックは、ビザッカルクは、問題が多いにあり、ユーザーが求めた多くのことを実現できなかったとしている。まもなく、ビザッカルクよりも強力な他社製品が登場した。スパーカルク、マイクロソフトのマルチプレーン、ロータス1から2から3、クラリスワークスの表計算モジュールなどである。そして、 マイクロソフトエクセルに至って表計算ソフトは新世代へ移行していった。特許が成立していなかったので、これらはビジコープ社に何も支払うことがなかった。本来であればこれら後継ソフトに対抗すべく、ビザッカルクもバージョンアップを重ねるべきであったが、当のブリックリンらは、この頃販売元のビジコープとの間の裁判に、傍殺されており、プログラムの開発にほとんど時間を割けなかった。 特に IBM PC 向けの移植作業が大幅に遅れたことがビザッカルックにとって致命傷となった。このためビザッカルックの売り上げは急減し、ソフトウェアアーツ社もビジコープとの間の訴訟には勝訴したものの、経営難に陥ったことから、ブリックリンらは1985年に同社をロータスに売却した。アンティック氏のレビュアーヨゼフ・カッタンは1984年の 時点で次のように記している。ビザッカルックは、あらかじめ設定された家計簿プログラムのように使いやすいものではなく、レイアウトと計算式を自分で設計する必要がある。しかし、非常に柔軟性があり強力である。小切手の帳簿、クレジットカードでの購入の管理、年収の計算、税金の計算など、その可能性は事実上無限である。ありがとうございます。